プライドは日本の総合格闘技イベント。1997年から1999年まで、KRS が1999年から2007年まで、ドリームステージエンターテインメントが開催していた。現在、プライド FC ワールドワイド株式会社が、ブランド及び工業権を保有している。海外でのイベント名称は、プライドファイティングチャンピオンシップス。 2000年代前半の総合格闘技においては、名実ともに世界最高峰の舞台であり、日本における総合格闘技人気の火付け役となった。また、アメリカの UFC、日本の K1 に並ぶ格闘技イベントに成長した。プライド武士道、その7での選手紹介埼玉スーパーアリーナの15周年、記念ではプライドグランプリ2005が最多動員記録として表彰された。 プライドの主な開催イベントシリーズは、プライドこの後に投資番号が入る、プライドナンバーシリーズ、数大会に分けたトーナメントによって優勝者を決定する、プライドグランプリー、実験的要素と、日本対世界の対抗戦を軸にしてスタートし、途中から中、軽量級中心に特化した、プライド武士道、大晦日に行われ、当日時間差放送ながらも、 富士テレビ系列の地上波放送にてゴールデンタイムを含む長時間枠で放送されたプライド男祭りの4つであった。1997年のプライド1より数ヶ月に1回のペースでプライドナンバーシリーズのみを開催していたが2000年の1月と5月に体重無差別級によるプライドグランプリー2000を開催。その後はまた 数ヶ月に一回ナンバーシリーズの興行に落ち着くが2003年には再び今度はミドル級選手によるプライドグランプリ2003を8月11月の2大会に分けて行う。またこの年の10月にプライド武士道も初開催される。そして大晦日のプライド男祭りはオリンピックの格闘競技での金メダリストや た格闘競技のトップ選手などのプライドデビュー試合の場として、またはその年に、各プライドイベントで活躍した選手が一度に集うオールスター大会として開催され、全試合終了後にはカウントダウンイベントも行われた。2005年から始まったプライド武士道では、中軽量級のみの試合を行う工業として、ナンバーシリーズ GP との差別化が図られるようになったが、 2006年11月5日のプライド部指導、その13体をもって同シリーズは終了し、それ以降のナンバーシリーズ GP において正式に中軽量級のウェルター級、ライト級が設置された。その他の関連するイベント、大会としては、プライドへの登竜門を歌いに軍的位置づけだった MMA ザベストシリーズ、東海テレビのテレビ番組、プレ・プライドを プライドを内企画の大会だったプレ・プライドシリーズ工業的要素を一切排したアマチュア選手のための大会プライドチャレンジがある。そもそもプライドは高田信彦とヒクソン・グレーシーの試合を実現するためだけに立ち上げられたイベントであった。きっかけは東海テレビ事業時代の坂木原信之が UWF インターナショナルの名古屋大会の運営に携わり、 高田の武彦と深夜まで飲み明かしたことだったという。その10日後に、偶然、東海テレビ事業と取引のある H2O が、ヒクソンの写真集を制作する話があり、ヒクソンと坂木原が会うことになっており、ここから対戦の計画が始まった。当初の企画書で、K1 の石井和義館長の名前が、総合プロデューサーに名前を連ねていたのも、坂木原が、東海テレビ事業時代に、 K1 名古屋大会の運営をしていたためである。1997年7月22日、ホテルニューオータニシリウスの間で行われた記者会見で10月11日に東京ドームで行われる格闘技イベントプライドマイナス1のメインイベントでヒクソン・グレーシー対高田信彦の一戦を行うと両者会見に出席のもと発表された。ヒクソン対高田は 勝者に賞金2000万円が贈られるザワールドマーシャルアーティスト選手権と名打たれた。会見の時点でプライドマイナス1はヒクソン対高田以外は何も決まっておらず、会見当日は他の対戦カードだけでなく前売り券の発売日や試合開始時刻も発表されなかった。当初8月15日開催の計画で一人歩きしながら、 結局何の発表のないまま自然消滅しただけに、マスコミは一末の不安が残ったが、会見から2日後に主催の KRS から会場午後3時、試合開始午後5時と発表するとともに、我々は他のプロレスや格闘技団体と比べても運営組織としては何ら見劣りするとは思っていません。と、ファックスで宣言し、2ヶ月後に迫った大会開催に自信を持っていることを、 改めて宣言した。1997年10月11日に第1回大会プライド1が開催され、高田信彦 VS、ヒクソングレーシーの試合で注目を集める。全校で述べているが、当初は1回きりの開催予定であった。そのため、たった一つのプライドという意味を込めて、プライド1と命名された。しかし、プライド1が好評であったため、 第2回開催が決定。大会名の意味を変えて1998年にプライド2を横浜アリーナで開催した。その後はプライドの後に開催順に数字が続くプライドナンバーシリーズを続々と開催した。初期にはスタンディングバウトルール、空手ルール、組技ルールなど夢の対戦カード実現の物体として色々いろいろなルールも施行されたが、 その後は総合格闘技ルールに一本化。立ち技の K1 に対して、立ち技も寝技もありの総合格闘技として認知された。プライド1からプライド4までは実行委員会形式の KRS が母体となって運営。KRS は名古屋の広告代理店、アムロナミエ関連の制作をしていた名古屋のイベント制作会社 H2O、関西の大物プロモーター、後に、 自社長となる、坂木原信幸らが立ち上げたという、イベントの制作は H2O が行っていた。KRS のスーパーバイザーは、三井物産の契約プロデューサーとして、パーフェク TV。立ち上げに参加し、侍 TV のプロデューサーで、小室哲也のアドバイザーでもあった、北村豊が務め、空手家の黒沢博樹が代表幹事として、 KRS の顔の役割を担った。北村はメディアファクトリーのプロデューサーでもあり、同社からプライドの公式ガイドブックと公式ビデオが発売されていた。1999年1月20日に株式会社ドリームステージエンターテインメントが発足し実行委員会組織での運営に限界があった KRS に代わり、プライド5から運営を担当することになった。 社長には KRS で調整役として活躍した森下直人が就任。株の過半数を持つオーナー社長だったという。2000年8月27日のプライド10でアントニオイノキがエグゼクティブプロデューサーに2003年1月8日に森下直人が死去した公認の社長に坂木原信幸常務取締役が2003年4月には高田信彦が プライド統括本部長にそれぞれ就任。公的な役職にはついていはいないものの、作家の桃瀬博史教もプロデューサー的な立場だったと言われる。なお、坂木原体制発足時にテレビ制作会社イーストとスカイパーフェクトコミュニケーションズの資本画図に入った。K1 や UFC などの他工業との協調路線を打ち出しており、選手層の拡大が期待されたが、 プライドが K1 からミルコクロコップを引き抜いたのをきっかけに、K1 とは険悪な関係になり、日本の格闘技ブームの一つの頂点ともいえる2003年12月31日の工業戦争以来、K1 との対立は決定的になり、猪木、百瀬は離反した。2001年11月3日、プライド17でヘビー級とミドル級の王座の新設に、伴い王座決定戦が行われ、 アントニオ・ホドリゴ・ノゲーラとバンダ・レイ・シューバがそれぞれ初代王者となった。2003年ミドル級グランプリが2004年にはヘビー級グランプリが行われる。また2005年には再びミドル級グランプリが行われたほか、武士道においてウェルター級及びライト級のグランプリも開催された。2004年12月31日、プライド男祭り2004サダメマイナスにおいて、 国際レスリング連盟会長のラファエル・マルティニティと日本レスリング協会会長の福田富明がリング上よりフィラはアマチュアレスラーのプロ格闘技活動を公式に認め今後協会よりオリンピックメダリストをはじめ世界中の競合レスラーをプライドに送り込むという内容の挨拶を行う2005年4月23日からプライドグランプリ2005を開催 12月31日には、プライド男祭り2000を開催し49,801人の集客に成功した。2006年3月、ウェルター級及びライト級王座を設立し、ダンヘンダーソン、ゴミタカノリを初代王者に認定する。4月、無差別級グランプリが開催される。その最中の2006年6月5日、フジテレビは、ズとの契約を全面解除したことで、 地上波中継ができなくなる。直後に開催された、プライド無差別級、グランプリ2006年 n D ラウンドでは、会場の照明やセット、煽り VTR、実況等において劣化が見られ、富士テレビの撤退が少なからず影響したと言える。プライド武士道、その13では、煽り VTR 制作に富士テレビを退社した、佐藤大輔ナレーターに、立木文彦という体制が復活。 しかし、地道派撤退の影響で、図への信用失意によるスポンサーの撤退が相次ぎ、一気に資金繰りが悪化していった。10月には、アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスにて、初めての海外大会、プライド32を開催。翌年2月には、プライド33を、再び同地で催して、活路を求めたが、経営体力は限界に達していた。 2007年3月27日、東京、六本木ヒルズアリーナで記者会見が行われ、図は、アメリカの総合格闘技、イベント UFC 及び同イベントを主催する、ズファ社のオーナーであるロレンゾ・フェティータに、工業権を譲渡するとともに、本社を、米、デラウェア州に置く新会社、プライド FC ワールドワイドの設立が発表された。4月8日の、プライド、 34月体制として最後の興行となった。だが、2007年5月に開催予定だったライト級グランプリは準備不足のため夏に延期になるなど、新体制発足後は興行開催の目途が全く立たない先行き不透明の状態が続いた。そのため、提携先の UFC やディープ、さらに最大のライバル団体であったヒーローズへと選手が流出した。 また、2007年4月17日に、図が開いた、臨時株主総会で、法人解散を決議したことが、官報に公示された。2007年10月4日、プライド FC ワールドワイド日本事務所の解散と、運営スタッフの解雇がなされたことが報じられ、プライドは事実上消滅した。これについて、プライド FC ワールドワイド側は、事務所の解散及びスタッフの解雇は日本での、 イベント開催が不可能になったことに起因するもので、それらは、キューズの元役員の協力不足によるものであるとする、声明を発表した。その後もプライドの各権利は、プライド FC ワールドワイドが保持しているが、2008年2月に、アメリカでプライド FC ワールドワイドと関連会社が、坂木原伸幸らを相手通り協力不足や、情報開示がされなかったこと等を理由に、 これまでに支払われた金銭の返還とプライドを維持する義務の免除を求める訴訟を起こした。これに対して、酒木原側は、プライドの工業継続を断念したことは契約違反だとして、減っていた兄弟とプライド FC ワールドワイドを同年4月に訴えている。プライドの消滅に伴い、ここを主戦場としていた選手らの多くは各所に流出していった。 2008年度前半期には UFC へと流出した元プライド選手らが UFC のヘビー級からミドル級までの3階級をすべて制覇し UFC 王者の過半数を元プライド選手が占めるという事態が起こった2007年9月8日 UFC75 でプライドミドル級王座を保持したまま UFC に移籍したダンヘンダーソンとクイントン ランページ・ジャクソンの持つ UFC 世界、ライトヘビー級王座との統一が行われ、ミドル級王座が消滅した。2007年11月21日の会見で、同年の大晦日に、ロシアの総合格闘技プロモーション、M-1 グローバルのサポートを受け、旧プライドスタッフの手により一よ限りでイベント、やれんのか。大晦日。2007を開催することとなった。 統括本部長は、高田信彦が務めた。大会後、高田信彦は、やれんのか。について、プライドで言ってきたスタイルとしては、最後のイベントであると語った。2008年2月13日には、ドリームの旗揚げが発表。同年3月5日には、選挙区の旗揚げ戦が開催され、事実上プライドからの新たな継承団体が生まれた。両イベントに、高田信彦。 坂木原信之は関与していない。戦局は2010年、ドリームは2013年にそれぞれ活動を停止した。2015年、高田と坂木原が中心となり新たに、理人ファイティングフェデレーションが設立されている。2001年7月29日のプライド15における、桜場飾対クイントン、ランページ・ジャックソン戦において、試合前に、プライド幹部がジャックソンに対して、 ノックアウト負けか、サブミッションによるタップアウト負けをしてくれたら2000ドルのボーナスを支払う、と打診していたことを2007年に、ジャクソンが告白した。この、片屋お帳の打診に対してジャクソンは、俺は、金で負けるようなファイターじゃねえ。俺はそんなことはしない。と言って拒否したため、試合自体は真剣勝負で行われた。この件についてジャクソンは、俺は言ったさ。じゃあ、 俺が奴を越したらどうなるんだいとね。そしたら1万ドルのままですと。そこでようやく連中の言いたいことが分かったってわけさ。この時は日本で初めての試合でビッグショーだった。連中が向こうに勝ってほしいというムードをひしひしと感じたよと語っている。また、八百町を脱診してきたのは最近プライドを離れた二人の人物、当時のプライドの社長である、 森下直人がこのことを把握していたかどうかは不明。相手の桜場がこのことを知っていたかは不明と語っている。マーク・コールマンは、高田信彦選が八尾町であったと認めているし、ゲイリー・グッドリッチは、プライドに、八尾町は常に存在したと証言している。発足当初、高田信彦の希望で、地上派でのテレビ放送が模索され、一時日本テレビで放送という話があったものの、 パーフェクトチョイスの PPV 放送に落ち着いた。PPV 重視は一貫して、プライドの基本姿勢ではあったが、2004年から2006年まで一部の試合は、試合当日ないしは、同州の夜にフジテレビで録画放送されていた。東海テレビは、プライド1のパーフェクト TV での中継映像を約1時間に編集し、後日、東海地区ローカルで放映した。 同局はさらに、図が発足した、プライド5からは、すべての大会を中継するようになった。テレビ東京の格闘技番組、格闘コロシアム、中京テレビの格闘気味に番組、夢格闘、ドリームファイト、フジテレビの格闘技番組、SRS など、各テレビ局で、プライドの試合が放送されることはあったが、2000年に、フジテレビが、 大会主催者として加わるようになると、プライドはフジテレビ系のコンテンツとなった。特に東海テレビは、プライド情報を扱うレギュラー番組、プライド園のリング、プレ、プライドを、プライドを作り続け、中継がゴールデンプライムタイム以外の場合は、フジテレビとは別に独自の編集で中継番組を制作、放映し、プライドを重要コンテンツとして取り扱った。 2006年6月5日、フジテレビは、図との契約を全面解除し、番組の放送を取りやめることを発表。そのため、フジテレビ系の地上波で放送されるはずであった、プライド武士道、その11と発するエイド2006の放送が、いずれも中止された。武士道、その11に至っては、契約解除の前日にパーフェクトチョイスの PPV 放送が、 フジテレビスタッフにより中継されており、またそれまで地上波では深夜放送だった武士道シリーズがその11で、初めて地上波ゴールデンタイムで放送されることが内定していながら中止となってしまった。同時に東海テレビも追随を余儀なくされ、プライド情報を扱うレギュラー番組、プライド王が休止となった。さらに、パーフェクトチョイスを運営する。 ペーパービュージャパンの親会社かつスカパー。運営会社でもある、スカイパーフェクトコミュニケーションズの主要株主に、富士テレビが名を連ねていたため、パーフェクトチョイスの PPV 放送についても、放送中止が一時懸念されたが、スカパーは放送継続を決定した。地上波及び PPV 放送以外では、過去の試合を取り上げて放送する、プライドリバイバルという番組が、 J スポーツ ESPN で、ファイティング TV サムライでは、プライド武士道マガジンという番組が放送されている。なおプライドは、全米、ブラジルでの PPV 放送のみならず韓国、インドネシアロシア連邦、ヨーロッパの一部と、世界各国で放送されており、プライド32では、全世界へ向けたインターネットによる、有料配信も行われた。光ファイバインターネットサービス、 テプコ光のコンテンツサイトキャスティー内のプライド光道では多くの試合なども流されるスノウチミホコフル稽古2006年にフジテレビの放送が契約解除されてからはパーフェクトチョイスの PPV 放送とともにインターネットを通じた試合の配信が開始されたパーフェクトチョイスの PPV 終了後にデジタルメディアマートによる有料配信 さらに DMM による有料配信が終わると、あ、と驚く放送局が無料配信する順序となっていた。選手紹介の煽りビデオと入場はカットとなっている。なお、あ、と驚く放送局での無料配信はプライド32までで終了。引き続き DMM はプライド男祭り2006の生中継と録画配信を行った。 インターネットを通じたプライドの生中継は、これが初である。生中継では、オンデマンド配信と異なり、選手紹介も入場もノーカットだった。プライド34は、ライブエンターテインメントチャンネル、ライブマスターが、有料録画配信を行った。また、ショータイムにより、独占ライブ配信と録画配信がなされ、期間を置いた後ギャオで、無料配信が行われることになった。 KRS 時代には、当時格闘技通信編集長だった、浅岡秀樹や格闘技ライターの近藤隆を、格闘家の中井裕樹などが務めた。図体制のプライド5以降は、谷川貞春と高田信彦が主に解説し、実況は、富士テレビと東海テレビのスポーツ実況アナウンサーが担当した。2002年2月からは、タレントの小池栄子がキャスターとして登場したほか、 過去のゲストには、大月健治、畑野宏子、長谷川京子、石橋隆明などがいる。2003年に谷川貞治がフェグ社長に就任したため交板した後は、主に高田信彦が解説を務め、プライドに出場している格闘家が時折ゲスト解説していた。また、東海テレビが東海地区のみで放映した独自編集版では、 当時自者制作していたプライド情報番組のナビゲーターがそちらでもそのままナビゲーターを務めた。フジテレビの放送中止後は解説を高田信彦と高佐勝義、実況を矢野武史、市川勝也が担当していた。海外向け PPV の実況はマウロ・ラナーロ、解説はバスルッテンが行った。2003年から始まった大晦日に開催される男祭りでは 日本テレビからの選手の横取りなどで出遅れたものの2005年には TBS で放送されていた K1 プレミアムダイナマイトなどにも視聴率では上回っている。プライドの大会テーマ曲は高梨浩二の作曲による開会式などで使用されるプライドと勝利時などで使用されるビクトリーの2曲がある。これらの曲を収録した CD も2000年4月26日に 発売された。特に、プライドは、オフィシャルサイトの大会前の煽り映像にも使用されており、大会を代表する曲として格闘技ンならずとも、知名度の高いテーマ曲となっている。現在でもプライドに、ゆかりのある選手の入場や、ベラとア MMA やリジンファイティングフェデレーションのオープニング、テレビ番組において使用されるなど、大会消滅後も耳にする機会が多い。 ニコニコ動画では、大相撲の写真にエフェクトを加えた、マッドムービー、世界最強の国技相撲のテーマ曲として、プライドが使われている。このためインターネット上では、プライドではなく、相撲のテーマと呼ぶ人も多い。ボディビルでは、国内外で、ポージング BGM として使用されることがある。フジテレビの中継放送のテーマ曲は、レイジアゲンストザマシーンのアルバム、 バトルオブロサンゼルス収録曲のゲリラレーディオであった。2005年12月31日のプライド男祭り2005超いただきマイナスからプライドフィーチャリングエリック・マーチンのザ・ラストマン・スタンディングが使用されていた。通常のパンチキックに加えパウンド、関節に締め技および4点ポジションでの頭部への蹴りおよび膝蹴りが有効となる。ただし、 4点ポジションでの頭部への蹴り及び膝蹴りについては対戦する選手の体重差が両選手ともヘビー級の場合で 15kg 以上いずれか一方の選手がミドル級以下の場合で 10kg 以上ある場合には体重の軽い側の選手が当該攻撃のありなしを選択することができる。なお、アメリカ大会ではネバダ州アスレチックコミッションが認可したルールを採用した。 当該ルールでは、頭部、顔面への肘打ちが有効であるが、大会開催時には、従来のプライドルール同様、禁止となった。1R10 分 2R5 分 3R5 分の変速、3R 制を採用している。ただし、武士道及びグランプリトーナメント準決勝に関しては、1R10 分 2R5 分の変速に r 制となる。例外的に変更も認められ、 ホイス・グレーシーは、桜場和志との試合前に、ラウンド無制限を求めた。通常の7メートル四方の正方形リング上で行われる。オープンフィンガーグローブ、マウスピース、ファウルカップ、トランクス、またはスパッツを着用して試合をする。ドーンやレスリング用のシューズなどの着用を認めている。ドスカラス・ジュニアは簡易化されたルチャリブレのマスクを着用した。こ ギブアップ、TKO、反則、判定などにより決する。なお、判定においては必ず勝敗を決し、ドロー最低のないマストシステムが採用されている。判定は3名のジャッジにより行われ、ポイント制ではなく試合全体での優劣により、判定される。なお、判定基準の順位は、以下の通りである。故、ギブアップを狙う姿勢相手に与えたダメージ打撃の、 コンビネーショングラウンドコントロールテイクダウンディフェンス、アグレッシブサウェイト噛みつき目つぶし及び目、突きずつキ筋的攻撃頭髪を掴む手旨を用いて、気管を押しつぶす、喉を掴むなど喉へ対する、直接的な攻撃後頭部、遠髄、脊髄への打撃攻撃頭部、顔面への肘打ちこいにロープを掴んで離さない、またいに、ロープにて、足を引っ掛けてはならない。 上腕部分をロープに引っ掛ける行為は即、注意とする。リング外へ逃げる相手を、リング外へ投げる試合中、相手に対処ダメージを与えると認められない、無気力な攻撃、及び膠着を誘発する動き試合中の選手による、非人道的な行為。ありがとうございます。